日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学べ。これをモットーに今現在、そしてこれからも未来、ずっと続けていきたいと思います。鉛筆書家のソヤマックスと申します。筆で縁を結ぶ活動をしております。18歳の時、血液のがん、悪性リンパ腫というものにかかりました。末期のステージ4という状態でした。お医者さん曰く1週間持つか持たないか非常に危ない状態だということを聞かせられました。両親のとても悲しむ顔を見て、僕は自殺すらも考えたことがあります。非常に苦しい時でした。ですがその後、1年間の治療の後、化学療法、放射線治療、うまくいきまして、骨髄バンクのドナーさんから骨髄提供を受けました。骨髄移植です。それによって今現在の健康な体をいただきました。その間、2年間の入院生活を送っていたのですが、筆を持って中国語の勉強をしていました。その時出来上がったのが今のソヤマックスの書体、今のスタイルですね。これが出来上がりました。そしてその後、今現在に至るまで台湾をはじめ様々な国に行き、いろんな方と交流をし、筆を持って縁を結ぶ作品を渡す、そういったような活動をしております。ガンジーの言葉で好きなものがあります。明日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学べ。これをモットーに今現在、そしてこれからも未来、ずっと続けていきたいと思います。これが私ソヤマックスのストーリーです。ありがとうございました。